E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui para a primeira fase do skate. Vamos lá, Secret Lab. Nossa, tá maluco. Thank you.
vai tomar um lado. ここまで来たね、エイリア。君には昔から勝てなかった。君が常にトップだった。いいえ。あなたの方が何もかも上だったわ。私はただ、あなたは課題を守らなかった。たったそれだけのことなのよ。に高い能力があっても正しく使われなかったら意味がない。お前とエイリアの差はそこにあるはずだ。大体レプリロイドだけの国家なんてできやしない。人間もレプリロイドも共に不完全な存在。お互い助け合っていかないとダメなんだ。お前が一番よく分かっているはずだ。このボロボロの地球を救えるのは誰だ。人間たちは地下に避難し何にもできない。地上で活動できるのはレプリロイドだけだ。こんな状態にしてしまったのもレプリロイドですよね、X君。X、気にするな。大丈夫だよ、シグナス。レプリロイドが不完全なことは認める。イレギュラーも発生する。だから、僕の実力も正しく評価されなかった。しかし、それだけの自信が持てるものを作り出せたんだ。そう、一ついいことを教えてあげるよ。さすがに僕の実力だけではここまで来れなかった。でも、これを拾ったんだ。まさに神の導きだね。なんだと思う。ただのガラクタだと思ったよ、はじめは。ゼロのかけら、聖地に踏み込んだような気分だった。素晴らしかったよ、ゼロの DNA は。ハイマックスもナイトメアウイルスもいとも簡単に作り出すことができた。正気ではいられなかった。こんなに完璧で最強のものが出来上がってしまうのだから。しかし上には上がいるもんだね。こお前にはわからないのか。確かにゼロの DNA データは強大な力を持っているかもしれない。使い道を間違えた時からその力は弱まってるんだ。身をもって教えてやるぞ、ゲイト。我が友ゼロの DNA を利用して残り少ないレプリロイドたちを苦しめた。お前の罪を絶対に許さない。望むところ、君を倒さない限り僕の理想国家はありえない。来い、 X。
beleza. Próximo vídeo a gente passa aqui o segundo estágio da Secret Lab. Então é isso. Falou por ter assistido e até a próxima.